ミスキャンパスグランプリは宝石美紀さんです。グランプリ受賞は当然の結果であると。性格以外はパーフェクトな彼女に訪れた人生最大の失恋。絶対絶対絶対に返してやるんだから。お前は周りに痛いと思われてるぐらいがお似合いだ。どうした、勝つんじゃないのか。リベンジガール、この私に向かって口答えするなら。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。